FNS の日 FNS スーパースペシャルテレビ夢レッド FNS スーパースペシャルテレビ夢レッドは1987年から1991年までの FNS の日の通称であり1年に一度夏に生放送された長時間特別番組である通称は夢レッド FNS テレビ夢レッドこの番組は 現在も FNS27 時間テレビとして継続しており、このうち本項目では1995年の FNS の日1億2500万人の超夢列島、そのうちなんとか23時間と1996年の FNS の日10周年記念1億2500万人の超夢リンピックについても扱う。他年度については該当記事参照。 フジテレビ開局30周年特別番組として企画された大型バラエティ番組である。24時間テレビ、愛は地球を救うのパロディ及びアンチテーゼが番組の根幹にあり、チャリティなしでお笑いだけをやる24時間の生放送番組として企画された。チャリティを行っていないため、第1回の番宣ポスターには、チャリティではありませんと明記し、番組内でも、 タモリらが、たびたび注意を呼びかけていたが、勘違いして、募金を、フジテレビに持ってくる人もいた。また、当時フジテレビが行った、イベント、夢工場の宣伝の要素もあり、第1回の日曜午後には中継企画があった。当初は1回きりの特別番組の予定だったが、初回放送の平均視聴率が19.9%。 瞬間最高視聴率は38.1%という高視聴率となり以降毎年継続して企画放送されている。放送時間は23時間54分。視聴率の最高記録は1987年の平均視聴率19.9%と1992年の瞬間視聴率38.3%である。 夢列レッというタイトルは1998年から2001年2008年の FNS27 時間テレビにおいて FNS1 億2700万人の27時間テレビ夢列レッ FNS オールスターズ27時間笑いの夢列レッ FNS27 時間テレビみんな笑顔の表金ムレッとして再び使われている制作葬式は第一回は 富士テレビ会長のしかない春尾、第2回から第5回は、春尾の議定で、同社会長のしかない広明が務め、制作代表は、第2回から第5回までは、富士テレビ社長、日枝久が務めた。なお、日枝は、更新の、平成教育テレビ、FNS27 時間テレビでも、制作葬式、制作代表を2016年まで29年間、務めた。 初代総合司会のサンマはそれ以来、2019年、現在、FNS27 時間テレビ33まで33年、連続出演することになり、ライバルの24時間テレビに、第1回から出演し続ける、徳光和夫の異名をミスター24時間テレビに、対抗し、ミスター27時間テレビと呼ばれるようになる。 1987年7月18日21時、翌日19日20時54分総合司会は、タモリとアカシアさんまで、テーマは、夢家族。系列局が推薦する全国24の夢家族をタレントたちが生中継で訪問する企画がメインであった。また、その夢家族を紹介する VTR を、タモリ、サンマ、ゲストが見て、 小竹梅で判定するコーナーもあった。タモリとサンマの起用は、森田和義アワー笑っていいとも。と、俺たち表金属のスタッフの意向という。放送開始直前まで中継していた対応、巨人戦の試合が伸びたため、本編内でも一部中継を行った。実況は、古立一郎と松倉悦郎。解説は、江本武則と谷沢健一。 中継途中には番組最初のゲストとして少年隊の西木織一世と東山紀之がスタジオに登場した。土曜深夜のトークコーナーでフライデー襲撃事件で謹慎中だったビートたけしがテレビ復帰を果たす。お笑いビッグさんが1986年9月5日放送の笑っていいともオープニング以来の共演を果たした。 土曜日の深夜から早朝には、女優の石原真理子がゲストとして出演。タモリ、サンマとの絶妙なトークを繰り広げた。石原は1986年9月26日、笑っていいとも。2、藤田由美子からの紹介で、テレフォンショッキングのゲストとして出演したが、サンマのリクエストにより、スタジオに残り、その後の曜日コーナーだった、タモリの日本一の、 最低男にもゲストとして登場。石原の起点が聞くリアクションやジョークが視聴者に受け、石原はこれを機に当時としては珍しい女優業からバラエティへ進出した。その後、石原は1986年末の笑っていいとも、特大号にもゲスト出演し、その流れを受けて夢列島にも石原が出演する形となった。 放送開始から約2時間後に、24時間テレビ、愛は地球を救うと勘違いした視聴者から瓶に、小銭が詰まった募金が届いてしまうハプニングがあった。タモリが、この番組は、チャリティーではありません。と歓喜した。その後、サンマが、日テレに持って行きますと言い、小坂井が、当時、24時間テレビに出演していた、萩本金一のモノマネをした。土曜深夜には、 テレビくん、どうも、のスペシャルや、ゲゲゲの参考によるは、墓場で参考に探し、プロボクサーが、お悩み解決をする、夜明けの電話相談室が放送された。日曜早朝には、神宮球場に、三間が赴いて、古建一郎と共に中継で、1万人の、ラジオ体操を行った。このラジオ体操のコーナーは、第3回まで続いた。この年は、番宣 CM。 提供クレジットなどにおいて、星型のステッキを持った袋を模したキャラクターが登場した。テーマ曲として、松田聖子、夢のクレッセントムーンが起用された。CM 前のジングルには、佐藤博史、スウィートインスピレーションの5分56秒の部分などが使用された。終盤にこの年の新人アナウンサーが24時間の提供スポンサーを生で読み上げた。 これは、恒例行事となって、その後も続いている。出演者は、フジテレビアナウンサー。総合司会インフォメーション、夢家族、リポーターナイター中継87、対応、巨人戦延長中継無家族、VTR コーナーパート13間の、プロ野球ニュースデラックスタモリのニュースファクトリーテレビくん、どうも。スペシャルトークゲストゲゲゲの参考によるは、 墓場で三婚探し深夜の寝向け覚ましコンテスト夜明けの電話相談室ドラマ真夏の中心ぐらい1万人のラジオ体操その地方でしか見られない面白いローカルニュースを全国のみんなで楽しく見ちゃおうとするニュース夢家族 VTR パート2笑っていいとも臨時増大号夢家族 VTR パートサンタモリサンマの チャレンジザゴルフスーパータイムスペシャルグランドフィナーレ、新人アナ提供読み1988年7月16日21時、翌日17日20時54分総合司会は、タモリと、小福亭鶴部この年もサンマに総合司会を依頼したが、サンマは、1回目を超えられないという理由で断ったという。なお、サンマは、番組内ドラマ、愛そして旅立ちに、 駅員役として出演。放送前の1988年4月に、鹿内春男が死去したため、制作葬式はこの年から、富士テレビ会長に就任した、議定、鹿内広明に交代した。テーマは、結ぶ。青函トンネルと、瀬戸大橋が開通し、日本が鉄道でつながったため、JR 旅客全6社が、全面協力し、 東京六大学の鉄道研究会学生たちの監修の元特別列車を走らせた。札幌駅と博多駅から数チームに分かれた芸能人、文化人、お目付け役の富士テレビアナウンサーが全国各地の中継駅を回って東京、川田町にあった富士テレビまで戻って来られるように日程を組んだ。オープニングでは横浜スタジアムでの対応。 巨人戦の模様を中継。中井美穂が初のプロ野球実況に挑戦した。キャプテンシステムを使い、独自の面白視聴率を集計した。前年不参加の鹿児島テレビが、この回から参加し25局ネットとなるも、翌年は再び編成上の都合がつかずにネットを辞退した。FNS 各系列局が探した。 面白人間を3分間の VTR にまとめて紹介するコーナーが番組内に設けられた。テレビ西日本が紹介した面白人間は複数いたが、その一人にテレビ西日本でケーブルさばきのアルバイトをしていた当時、大学生の松村国広がいた。彼は17日夕方のスーパータイムデラックスにて、福岡、の島からの中継で登場。 中継の最後で海にダイブした。この時中継のためおろの島へ行っていた片岡鶴太郎との出会いが芸能界に入るきっかけとなった。また、スーパータイムデラックスのパートでは当時 FNN スーパータイムの週末キャスターを担当していた黒岩裕二が東京上空から中継リポーターを務めた。CG キャラクターのネーミングを電話で募集し、 のけぞりいなという名前に決まった。名付け親は当時栃木県在住の女子小学生。しかしこのネーミング募集に電話が殺到し、電話回線がパンクしてしまうトラブルがあり、翌日の笑っていいとも、増刊号ー陸スペシャルで行う予定だった、電話リクエストを中止せざるを得ないという影響も出た。のけぞりいなと出演者の会話は、最初から、 番組内で出演者が話す言葉を脚本家が書きその返答が描かれた紙をオペレーターが見て音声合成装置にキーボードから入力するという方法が使われた CG の動作は丸型の携帯ラジオから内部の機械をすべて外して動きを指示するためのボタンをつけたリモコンが使われたリハーサル時には CG システムが故障するトラブルもあったが本番では 予備のハードディスクを使うことでことなきを得た。中継駅に行った芸能人が北海道、食の祭典やヨカ、トピアなどのコンパニオンがあるからお土産を受け取ったりするシーンが何度となくあった。フィナーレではチャイルズや松本明子が感極まって号泣したり、スタジオに持ってきた土壌が飛び出すハプニングもある中、 出演者たちの10秒前からのカウントダウンで幕を下ろした。この回から1990年まではエンディングテーマとして、服部ト久のプロローグが使われていた。提供クレジットを読み上げた新人アナウンサーは、青島達也、有賀さつき、河野恵子、八木秋子の男性一人、女性三人の合計四人。出演者総合司会進行アナウンサー。 札幌駅から出発した中継リポーター、博多駅から出発した中継リポーターその他の中継リポーター全国面白人間集合。街はもう大騒ぎ。深夜の大宴会深夜の眠気覚ましコンテストラジオ、体操ドリームゴルフデートラインデラックス。プロ野球ニュースデラックススーパータイムデラックス笑って、いいとも。増刊ゴーデン陸スペシャルドラマ。 はい、そして旅立ちその他1989年7月15日20時、翌日16日20時54分、一昨年までの野球中継がなくなったことから、今回は20時からのスタートとなる。総合司会は、タモリと、アカシアさんま。テーマは、クイズ FNS 系列局で行われた予選を、勝ち残った、一般人の回答者と系列局のアナウンサーが、 富士テレビのスタジオで25時間同士でクイズを行った。クイズはスタジオからのほか当時放送されていた番組、映画やドラマの収録先、回答者の地元応援団、さらに小坂井和樹と関根トムによる移動中継、その他各コーナーからも出された。小坂井和樹と関根トムは東京、新宿のスタジオアルタを 出発地として、あるた竹下通りと、次の中継先がしり取りになるように25時間東京近郊を回ってクイズを出した。地方からの中継は、系列局のアナウンサーが担当していたが、タレントが担当していたつぼねもあった。今回から、深夜のお色気コーナーが始まる。そのコーナー内で、出場した、ニューハワーフが、 放送禁止用語を使用し、CM 明けに、タモリ、サンマが謝罪。コーナー終了後のインフォメーション冒頭で、ヤギアキコアナウンサーが、改めて謝罪した。また、日曜朝の石川テレビからの中継で、寺院内の墓地内にいる、女性リポーターが、お墓に霊がうようよしていると発言し、檀家から抗議の電話があったことに対して、昼の放送で出場した寺院の住職が釈明した。 番組開始から十数時間が過ぎ、タモリ、サンマが一番辛いであろう。時間帯に癒しの企画として二人を笑っていいとも。増刊号スペシャルから出演していたダウンタウンと、うっちゃんなんちゃん、小福亭鶴瓶と共に、ジャングル風に仕立てたスタジオに招待した。そこでは針、神新生態、気候などを体験したが、気候を体験中、タモリが気の緩みからか。 おならをしてしまった。タモリは気が出たと弁明した。優勝は1550点獲得の新潟総合テレビ。準優勝は山形テレビ。再開が関西テレビ。優勝した新潟総合テレビには世界一周旅行。準優勝した山形テレビには沖縄旅行。関西テレビには北海道旅行が贈呈された。またタモリ賞には テレビ新広島の矢野博きアナウンサーに、テレビが、三馬賞には、福島テレビのポチにビデオデッキが送られた。スーパータイムデラックスでは、増添陽一が、ゲスト出演し、スポーツのコーナーでは、池谷幸男、小菅ガマ小川直也が、VTR 出演した。提供クレジットを読み上げた新人アナウンサーは、木畑芳子、千田雄一、佐藤リカ、田代久子。 坂井鶴丸、野島拓の男女3人ずつの合計6人。出演者、総合司会問題進行アナウンサーインフォメーション、小坂井、関根の25時間移動中継深夜のミスターレディと、大宴会、中継担当トークゲストデートラインデラックススーパー、タイムデラックスモノマネ4点のミッドナイトライブ、笑っていいとも、増刊号デラックス。タモリ、 三馬の癒しのコーナーその他出演者1990年7月21日21時、翌日22日20時54分過去3回の総合司会は、田森と、明石シ三サ小福亭鶴部が務めていたが、しかない広明会長の意向もあり1990年は、当時のフジテレビアナウンサーのみで、全コーナーを担当した。総合司会は、須田哲夫と、河野恵子 富士テレビアナウンサーのみの総合司会は今回限りとなっている。芸能人中心から曲穴中心の番組構成に変わったことから当日ゲスト出演した上岡龍太郎に経費削減に走り寄った。と揶揄された。前年不参加の鹿児島テレビがこの回から2年ぶりにネット復帰。テーマはオタク、タク、八郎など 典型的なマニアが登場した。この年から今日の27時間テレビまで続く投資企画が始まりその第1回目として24時間以内に家を建てるという無謀な企画を正司のり子のリポートで言った。富士テレビをはじめとする FNS の各アナウンサーが全国の家を回った。冒頭では当日風切りとなった映画タスマニア物語公開にちなみ 主演の田中邦江と薬師丸博子が登場。タスマニア物語ロケ地となったオーストラリアタスマニア州の家から陣内誠が中継リポートを行った。この年から昼のビッグ3の企画がスタート。今回はビッグ3オタク座談会と題して昭和30年代の家をイメージしたセットの中でかつておののが住んでいたアパートの写真を元にトーク。当時、 タモリが船舶免許を取得。この年の放送中である日曜早朝に、ヨット乗船中、額を強打し4針縫う怪我をしたという情報が入ったが、当のタモリ本人は額に絆創膏をつけて笑っていいとも。増刊号スペシャルとビッグサンコーナーに元気に出演。進行役のつゆきしげるがコーナー終盤にフジテレビアナウンサーの一員として、 不眠不休だったことや爆笑のあまりよだれをこぼす失態を起こした。深夜のゲーム大会はクイズに答えると女性が一枚ずつ服を脱いでいくというもの。そういう企画のため、そのスタジオに男性アナウンサーたちが大勢やってきて大はしゃぎし、ついにはつゆきしげるも駆けつけ、コーナーが終わってもスタジオから戻ってこず、皆呆れていた。深夜の FNN ニュースコムスペシャルは、通常キャスターの川端健二、島森美智子が、銀座にある川端の実家のタバコ屋内からの、生中継でニュースを伝えた。実際に放送中、CM 中に、川端自身も、商品のタバコを売っていた。しかし、ニュース放送中にもかかわらず、いたずら電話と思わしき電話が鳴り響き、原稿を読んでいた川端が幾度か電話を止める。 ハプニングもあった。その直後の、プロ野球ニューススペシャルでは、当時、志村健の大丈夫だのレギュラーであった、松本の子と平日担当の野崎昭一と、土日担当の中井美穂が司会を務め、解説担当の柴田伊佐自宅からの生中継で、その日の試合結果を伝えた。日曜朝の、笑っていいとも。 増刊後は当時番組 AD、インタヒロユキの自宅アパートからの中継。狭い部屋に、ウガンダ、吉沢孝明、照明スタッフ等が密集し、暑い中での中継。さらに、ウガンダラベアを物色され、進行役の中井の目の前で、アダルトビデオの VHS パッケージをオンエア、されてしまう。夕方の、FNN スーパータイムスペシャルは通常キャスターの、 黒岩裕二、小田田恵子が、海部都市内閣総理大臣自宅敷地内からの生中継でニュースを伝えた。FNS 企画は、全国美人妻コンテスト。第3位が、石川テレビ、第2位が、佐賀テレビ、優勝が、テレビ静岡。この年から、チビマルコちゃんが、アニメパートとして、放送開始。提供クレジットを読み上げた新人アナウンサーは、 大津坊千夏、長坂哲夫、松井みどり、吉田信夫の男女二人ずつの合計四人。出演者丸は、当時フジテレビアナウンサー。総合司会インフォメーションファックス担当ご意見番、オタク情報コーナー24時間同士、企画ビッグ3コーナー FNN ニュースコム、スペシャルプロ野球ニューススペシャル FNN。 スーパータイムスペシャルその他ほか1991年7月20日21時、翌日21日20時54分総合司会は、桂三氏、フジテレビアナウンサー有賀さつき、八木明子の3人。フジテレビアナウンサーの総合司会起用は現時点で1991年が最後となっている。日本の総人口に合わせ、タイトルが若干変更された。テーマは、 戦いで、番宣広告や大オープニングの挨拶などでは、タイトルの後に、24時間、ぶっ通しという副題が付けられていた。当時、企画は、東京サイクだ。クイズ。松本明子、牧原俊幸が札幌から、吉村明弘木端吉子が鹿児島から、FNS 各局の代表として、一般人を大型バスに乗せ、各地で勝ち抜け方式のクイズをしながら、 東京を目指す企画。北ルートはゴールしたが、鹿児島からの南ルートは渋滞に巻き込まれ川田町の富士テレビまでたどり着けず、バス車内でエンディングを迎えることになった。昼のビッグ3企画、ビッグ3、戦いゴルフ対談は、スタジオに小さなゴルフ練習場を作ってゴルフ対決。ここでたけしとタモリが三ンの自慢のクラブを壊そうと、暴走。 その後のフリートークで、誰が一番車の運転がうまいかという話になり、サンマのレンジローバーを使って、車庫入れをしようということになる。しかしたけしが暴走し、サンマのクラブで車体に傷をつけ、車庫入れではブロック塀で作られた車庫に激突、サンマのレンジローバーはボロボロになってしまう。そしてこの因縁は翌年以降も続くことになる。ニュースゾーンは夜が、 山田国子司会の FNN ニュースコムスペシャル、夕方は武田哲也司会の FNN スーパータイムスペシャルでどちらとも本番組のスタジオから放送され、つゆきがアシスタントを務めた。深夜のゲーム大会は、前年に引き続きクイズに答えると女性が一枚ずつ服を脱いでいくというもの。そのスタジオに男性タレントのほかスタッフまでもやってきて大はしゃぎし、 番組のゼネラルプロデューサーの横沢氷も駆けつけた。この年は三子が脚本を書いた吉本新喜劇も放送された。FNS 各局対抗企画は戦う。ビデオ大賞。グランプリは岡山放送、準グランプリは山形テレビ、審査員特別賞は新潟総合テレビとなった。この年開局した岩手めんこいテレビがネット開始。 提供クレジットを読み上げた新人アナウンサーは、近藤佐藤、小泉洋一、中村エリコの男性一人、女性二人の合計三人。エンディングは、紙テープと紙吹雪が舞う中、司会の三人が涙しながら、感謝を述べつつ終了した。出演者総合司会、FNN ニュースコムスペシャルプロ野球ニューススペシャル、輝け。戦う、ビデオ対象を洗っていいとも。 増刊号スペシャルビッグ参戦、ゴルフ対談、FNN スーパータイムスペシャル他軸となる番組は、平成教育委員会だが、1992年から1994年と、比べその色合いは薄くなり、夢列島に戻り様々な特別コーナーなどを織り混ぜ、放送した。そのうちなんとか、23時間とあるように、前年の放送直後に、 バイク事故で重傷を負ったたけしをみんなで助け合って23時間頑張ろうというのがメインテーマであった。そのため、たけしの出演時間は例年に比べ激減したが、さんま、ところ、つるべをはじめいまだ、東野、良い子が長時間出演した。オープニングエンディングの BGM は共に、朝倉大輔のアルバム、ランディングチメマチネから使用された。オープニングは、ランディングチメマチネ。 エンディングは、メモリー・オブ・ザ・フューチャー。オープニングは、フランスのバリエッフェル島から、番組ロゴの仕掛け花火やサーチライトで派手に演出された、中継映像が、BC776 オリンピックゲームズを BGM に流された。この年の各局対抗戦は、最優秀女子アナ決定戦と題して、夜11時に、知力テスト、平成教育委員会からの出題。 司会は、未だ東の、東野。竹けは、司会席にはいたが、司会進行はしなかった、深夜の、意識調査、朝の、料理の女鉄人、昼の、愛ちゃんと、卓球対決の4ブロックで行い最高を得点者に、ゴールデンマイクを授与した。さらに、最優秀女子アナ決定戦の得点に加え、目覚めてる、テレビの、そのうちなんとか合戦と、 全国温泉王決定戦の特典で優勝局を決定した。ビッグ三コーナーでサンマの車が破壊された最後の回になった。なお番組の本編の企画はクイズ形式で3人のマイカーが滑り台形式の板の上に置かれ間違えるごとに一段ずつ滑り台が上がっていき最終的に滑り落ちて壁に激突するというものであったが例によって問題はあからさまに サンマ不利なものであり、当日のテレビ番組欄には、そして、サンマの車は、と書かれていた。お色気企画は今回で休止となっている。上岡龍太郎、そのまんま東、富やび、富士テレビアナウンサーとして、史上初のフルマラソン挑戦の武田優子、木さん綾子の5人が、オーストラリアゴールドコーストマラソンに挑戦。解説に、大竹誠、実況は、 三宅正春が担当した。マラソンは全員完走かつベストタイム更新のため、レギュラー番組、上岡龍太郎には騙されないぞ。での公約に従って、後日大竹は坊主になった。また、料理の女鉄人内で、マラソンの模様を中継した直後に、東野工事がこっそり炊飯器の中に入っていた、ご飯を盗み食いしているところを、 コーナー進行の小福亭鶴瓶と、今田工事に発見され、指摘した鶴瓶と今田に、わしだって飯食うわ。どうでもええんじゃ。と暴言を吐いた。同じく進行役の森口博子が、喧嘩はやめて。と仲裁した直後に、東野が慌てて、ファイト。ファイト。ミヤビとフォローしたものの、この発言に対し、 富士テレビには視聴者から2万本の抗議の電話が来た。この件は口述の通り、翌年の放送でも、鶴瓶から伝えられている。プロ野球ニュースは、超、プロ野球ニュースとして放送。司会役には、夢が、森森から、通称、夢森コンビと言われていた、森口博子と、森脇健二が担当。ナビゲート役には土曜日コメンテーターとして、パンチ佐藤が担当。 また、アメリカのロサンゼルスとイギリスのシルバーストーンから、ダブル衛星中継へ。野茂秀夫、武田信弘、北沢剛、ジャンアレジがつなぎ、メッセージを放送。松村国弘が、鹿児島テレビから川田町の富士テレビ級本社まで、タクシーで横断する企画。松村国弘鹿児島東京1520、キロメートル、タクシーマラソンを行い、グランドフィナーレで総破。 魔法のランプではゴルフのショートホールニアピン大会を実施。へーへーへースペシャルは事前収録。以前、へーへーへーのレギュラー放送で一部しか放送されなかったボロの大阪で生まれた女18を1番から18番までフルコーラス放送した。視聴者参加クイズは前回全問正解者が出なかったので、 往年の人気クイズ番組を復活させた、賞金100万円。夜明けのイントロクイズクイズドレミファドン、を実施。問題のジャンルは3段階で、イントロウルトライントロ、超ウルトライントロが10問ずつ。全問正解者は226名。抽選で100万円とハワイ旅行を各1名に、贈呈した。料理の女鉄人コーナーで、ゴールドコーストのトミーズヤビゴールと、 賞金100万円。夜明けのイントロクイズドレミファドン。ファックス受付終了の両直後に、今田浩二が、あと2分と無意識に言ったのが、奇跡的に的中した。今田の奇跡的な的中シーンは、翌年も見られていた。笑っていいとも。増刊号スペシャルは2部構成で放送され、サンマ、タモリ、鶴瓶、関根の4人でやったゴルフで負けた鶴瓶がサンマの部屋を、 大掃除するという企画も放送された。第一部は、片岡鶴太郎と鶴辺の鶴鶴対決。王は、全国温泉王座決定戦として行われ、グランドフィナーレ寸前までも連れ込む、大接戦になったが、前回覇者の坂テレビが王を傍援した。赤シアさんま主催の当時の特番、さんまのスポーツするぞ。 大放送でおなじみのオールスターフリースロー選手権を生放送で開催。翌年、翌々年も開催された。この年の FNS25 局対抗戦は、最優秀女子アナ決定戦と FNS25 局総合優勝局決定戦の2本立て。最優秀女子アナ決定戦は、岡山放送の竹下美穂アナウンサーが、商品のゴールデンマイクを獲得。 一方の FNS25 局対抗戦は、佐賀テレビが優勝、ジミー体制画博が今度は、ジミー工房と題し、ステンドグラスを使って制作された優勝商品、バッタを獲得した。提供クレジットを読み上げた新人アナウンサーは、伊藤俊弘、菊間由紀の高木博子、森昭一郎の男女二人ずつの合計4人。今回の提供 CG、 番組ロゴに登場していた謎の青いキャラがジャンプする、旅に提供者名が切り替わる。プロ野球中継が延長したため番組開始後も、ノーステブレでしばらく続き、番組タイトルコールを発したのは、試合が10回表終了後の22時頃だった。衛星中継は、1箇所目フランスのパリエッフェル島からのオープニングを筆頭に2箇所目は、アメリカ合衆国のロサンゼルスにある、 メジャーリーグの球団、ロサンゼルスドジャースの本拠地、ドジャースタジアムから、のも情報。3カ所目は、イギリスのシルバーストーンサーキットから、F1 情報。そして、最後の4カ所目は、南半球のオーストラリアのクイーンズランド州にある、シーサイドシティゴールドコーストからマラソン中継と、史上初の海外4元中継が実現した。出演者総合司会振興庁。 プロ野球ニュース新人アナ提供読みその他略称は、夢リンピック。この年、初めて、番組パーソナリティ制を導入、スマップが就任する。三十回開催されている、FNS の日の中でも、史上最も放送時間が長い番組。たけし、さんまは、土曜夜、日曜夕方引く夜のコーナーに出演し、鶴部は、土曜夜と、日曜朝から昼にかけて、 メインを担当。ところは土曜夜引く深夜と日曜夜、田代は土曜夜と日曜夜に出演。それぞれ出演する裏番組時間帯は出演せず、たけしがメインを張るも実際はサンマのスポーツするぞ。大放送がメイン企画。これは1995年までの平成教育テレビの流れも引き継いでいるということで、 サンマをメイン司会に置かず、副委員長として置き、タケを大会委員長とした。タケはこれより2008年まで FNS の日には出演せず、ところも1997年以降 FNS の日の出演はなかったが、2017年に21年ぶりに出演した。この年の総合趣旨は、芸能人軍団 VS 素人軍団。 超究極全面大戦争として開催された。テーマは、スポーツ。深夜の、スポクイバトル7と、たけし、さんまの夜明けのスポーツ大バラエティは、後日再放送された。なお、番組タイトルの、夢リンピックは、夢列島と、オリンピックを掛け合わせた造語。大会役員の入場時には、横浜インスパイアーズドラムビューグルコープスが、全面協力した。 オープニングでの大会委員長による、開会宣言では、たけしがスマップを脱退して間もない森勝幸やのだ、秀樹の名前を出し、三枚やところに、口にラッパくわえてるから笑われへん。今から一丸となって30時間やろうとしてるんだから、と突っ込まれる。選手先生は、今田孝二と、東野孝二が担当。先生前には鶴部が、前年の東野の発言に触れた。 最後は、選手先生を言い始めたところで CM に入るという、オチだった。CM 分けには、富士山5号目と中継を結び、聖火の採火を行った。採火方法は、中井のフリースローがゴールしたのを確認して、アーチェリーの経験があるところが、川田町社屋の第6スタジオから、富士山に向けて矢を放つというものであった。中井が1回目でボールを真上に投げ、 サンマをこけさせた後に、自ら、笑いを取ろうと求めた、たけしの頭にボールをぶつけるボケを繰り広げた後に、二回目で、成功。ところが矢を放ち、最下は成功した。また、従来、番組開始時に流れていた、オープニングタイトルはこの時に流されている。メジャーリーグのも秀夫中継があった。MLB オールスターゲーム後の後半戦、最初ののも当番試合の模様を、 ロサンゼルスドジャースタジアムと東京、富士テレビを衛星で結んで放送し映像は現地の映像を使用し、途中からは日本のプロ野球中継で使われているサインも急遽使用した。解説はタンチョイ動、実況、司会、進行は木崎が画面実況をする形で担当した。試合は7対0でジャイアンツの無失点勝利となった。の結果は6回までで、 投球数が113球、対戦打者数が31名、飛安打数が7本、被本類だと与え4子が3本ずつの合計6本、奪った。三振数が2桁の10奪三振だった。7回に入ったところで代打を出されて、交代となった。メジャーリーグ中継に連動する形で、西武ライオンズ球場では、超有名リンピックの予選会、第2弾、ゴルフ編として、 ゴルフ池ポチャアプローチ選手権、インセーブ球場が開催された。成績優秀者8名が、下の決勝大会へ進出した。なお、今回のコース設営には、リバーサイドフェニックスゴルフクラブをはじめ、セントヒルズゴルフクラブ、東京都民ゴルフ場、東京ゴルフクラブ、立川国際カントリークラブ、東都反応カントリークラブ、東京五日市カントリークラブ、西部ゴルフ、 ドラノモンゴルフクラブ、アサヒビルゴルフガーデンのゴルフ関連会社10社が協力した。番組開始時間が18時になったため、当時18時に放送していた FNN スーパータイムは17時30分に繰り上げ。プロ野球ニュースは、都内の居酒屋のアブさんからの中継を行い、パンチを伊藤、漫画家の水島真嗣、声優の古谷徹がゲスト参加した。また、 五輪開幕直前のアメリカのアトランタからは、トキオの松岡正宏と、長瀬智也が、IBC の富士テレビ放送ブースから、最新リポートを入れて二人が体験した聖火リレーの、模様も放送していた。富士山5合目から、富士テレビまで26区間、130km の、系列局穴による、聖火リレーを実施。最終区間の 1.1km を、つゆきしげるが走り、 大声援の中フジテレビ内へ入った。大量の煙が出るためそれまで使用してきたトーチがスタジオで使えないことから入り口でトーチを小さなろうそくのものに交換した上でゴールした。この区間は三宅の実況で CM なしで全区間を完全実況制中継。深夜のスポクイバトル7ではたけし、さんま、スマップが共演。番組内幾度となく 頑張りましょうのサビが突如として流れ、メイン司会者のたけし、さんまも振りがわからない状態で踊りをやらされる羽目になってしまうことになり、日曜日のビッグサンコーナーでたけしは、帰って倒れたもん。と話した。なお、コーナーの後半では、スポクイカンカン、を放送。スポーツをしている、ご本人が登場する、スポクイワッツイワプレイヤー等を放送してスタジオは、 緊張感に包まれていた。このコーナー司会を担当した中井の司会進行ぶりがスタッフに高評価を呼んで後の総合司会担当8回という記録を生んだ。この年の深夜企画は例年のお色気企画に代わって深夜の女子アナリンピックが開催された。行われた競技は河原割から始まってキャスターリレー、ハマグリオープン、ゲタフリースロー、 三十分星座10メートル競争、スポーツサンバラと来て最後は、トイレットペーパーボーリングまでの合計七競技で、熱戦を繰り広げた。司会、実況、進行に、三宅正春アナ、公式審判には、山本小鉄が参加した。たけし、さんま、スマップ特設会場八十八メートルボーリングたけし、さんまの夜明けのスポーツ大バラエティたけしが、日曜日の夜明けから、 夕方までいないという前々年のバイク事故を引きずる形があった。この間の順番は、フリースロー、予選から始まりいいとも、ゴルフ予選、のも中継、クイズ結果、さんま、競馬中継、ニュース、ちびまるこちゃん、サザエさんの10のコーナー、または予選大会で繋げていった。10年の歴史をビッグさんが鑑賞 19時代に行われた第1部は、タモリ、タケシ、サンマのビッグサンを迎えて10周年のハイライトを映像と共に振り返りその後に特選。夢列島名場面集と題して3人それぞれのリクエストを放送した。第1部の冒頭で、つゆきしげるが10年一昔と10年1日と2つの四字熟語を織り混ぜながら伝えていた。第2部は、 超夢リンピックのゴルフボーリングの言うのアザボーリング、バスケットボールのフリースローのすべての決勝大会終了後に放送。特選、夢列島名場面集の続きを放送して第1部で放送できなかった文を出演者全員で見た。第2部の最初は、つゆきのリクエストで、フジテレビ新人アナヒロを放送。系列局対抗企画は一億二千五百万人の 超夢リンピック全国名所で、バスケットフリースロースーパー大予選会と題して、フリースローの予選大会を開催。目覚ましテレビの大塚のりかずと、八木明子の二人が、総合司会、小福帝鶴部今田浩治、東野浩治、岡村隆史、矢部博之の五人が、ゲスト県立会人として登場して開幕戦から、準決勝までの23試合を完全制中継した。 試合が進むにつれて、トーナメント表が勝ち上がり局だけが上に上がる形式を取った。予選大会後のインフォメーションでは、決勝進出を決めた2局の女子アナが参加していた。前年の料理対決で、残り時間をズバリと当てた、今田光二が、今年も2年連続でズバリと当てるシーンがあった。フリースローの大予選会の準決勝にて、よし、入った。 と予言すると、ボールにまるで神が宿ったかのようにゴールに吸い込まれた。実は今年、このズバリと当てるシーンがこの他にも二度見られた。二人目は、岡村隆史。同じ準決勝で、お前は外さない。と予言するとこれもボールにまるで神が宿ったかのように、ゴールに吸い込まれた。そして三人目は、小坂井和樹。 自ら司会をしていたゴルフ予選会のゴルフ池ポチャアプローチ選手権陰西部球場の二次予選のサドンです。延長戦にて一人になろう。と予言すると決勝進出者が決定した。夕方はラサール石井司会の FNN スーパータイムスペシャル。ニュースの内容は大阪の病原性大腸筋 O-157 関連から始まり和歌山の 覚醒剤、誰が入れた病院のポッド問題、米国のアトランタオリンピック開幕直前。日本選手団、現地入りと来て最後は、石川の、涼し市やり直し市長選挙の4つを紹介し、最後は、ゆめりんに、カメラが寄る形で終わった。前年の芸能人大会の公表に答えて、FNS25 局による、第1回、全国。 フリースロー選手権大会が開催された。優勝は、KTS 鹿児島テレビ。フリースロードリームマッチでも芸能人軍団のタレント選抜スマップの2チームを一周し、完全優勝を達成。優勝した鹿児島から10代選手として参加した、久保直子と40代以上選手として参加した、白水清美が、ダブルで大会 MVP に選ばれた。 選出流は外したのは共にたった一刀のみという、薩摩の若頭女王、薩摩の王者の名にふさわしい活躍ぶりだったことが評価、されての選出だった。さらに20代のコーラ・安スには、特別賞のカムバック賞が贈られた。選出流は、予選では2回戦、準々決勝、準決勝の3刀すべてを外しチームの足を引っ張り、決勝大会での活躍が、 不安視されたが、決勝大会では正しく別人。投げた4投中入ったのは3投という結果に、西山穴から挽回できましたねと褒められていた。競馬は、札幌競馬場から第3回、札幌スプリントステークスを放送。スーパー競馬解説者の伊崎修五郎のほか、山田正人も、進行役として札幌競馬場に乗り込んだほか、 札幌競馬場と東京のスタジオを結び、スタジオにて出演者が予想を行った。なお、このレースを制した、ノーブルグラスに、騎乗の安田富代が、全10馬での重傷制覇を達成した。ゴルフは、決勝大会として、ニアピントーナメントの模様をこの大会のために特別に、作った、オリジナルコースの富士リンクス8番ホールから生中継。 上野西部球場での予選会を勝ち抜いた8名と迎え撃つ芸能人軍団8名の合計16名で優勝を争った今大会において大山啓太選手が決勝大会の初戦と準決勝で2度のホールインワンを達成決勝戦でもあと一歩でトリプルホールインワン達成のところまで行き優勝を決めて副賞の北海道ゴルフツアー4名分の目録が 送られた。U のアザボーリングはスマップが優勝。4回目を迎えた王は全国スポーツ王座決定戦として開催。試合は三馬、三間未だ東野の3人の過去によるパーソナルクイズまで入れないと決着がつかないほどの大会史上稀に見る大接戦になったが最後は仙台放送が勝利した。なお、王試合開始前には、 来春に開局される新しい FNS 曲として26曲目の桜んぼテレビと27曲目の高知山さんテレビの2曲が紹介され、セイは競馬直後に桜んぼを、KSS は王直前に山物を、それぞれ2人ずつ番組に登場して提供、出演者たちを応援していた。当時、企画は松村国広が富士テレビ駐車場で八十八ゴール。 達成するまで延々とフリースロー。前回は鹿児島東京 1520km タクシーマラソンで完走した松村だったが、今回は自身でチャレンジ企画を持ってきたという。開始時間は富士山の山頂に成果がついたのを確認してのスタートとなった。番組の随所、合計で途中経過が伝えられたが、その経過が次の通り。 最初の途中経過が212,579で、以降、229,610,341,891,421,1061,496,1234,593,1443と来て、最後途中経過では826,1982まで来ていた。グランドフィナーレで見てないとわからない。 クイズの車当選者に、ルユから、ビッグゴールデンキーが贈呈された。トークイズは、前回の、ドレミファドン。と同様のルールを取り、寄せられたファックスの総数は1447名で、全問正解者は260名に及んだ。提供クレジットを読み上げた新人アナウンサーは、竹下洋平、佐々木京子、藤村沙織の男性一人と、女性二人の合計三人で、 この三人は、河田町時代最後の新人アナとなった。竹下、佐々木、藤村の三人は、系列局の聖火リレーに、最終奏者兼最終区間のつゆきの伴奏で、参加した。番組の最後で、竹氏が、聖火に見立てたろうそくを吹き消すのに時間がかかり、結局吹き消そうとしている時に、番組が終わった。なお竹下が、 総合司会を務めるのは21年後の2017年の第31回となる。また、書は、この第10回以降、FNS の日に出演していなかったが、こちらも、たけし同様、第31回に出演を果たすこととなる。CM 前のジングルには、リボン、太陽の行方のアウトロ部分を使用。出演者大会委員長大会副委員長、 大会員番組パーソナリティ番組振興、インフォメーション選手先生た、プロ野球ニュースフリースロー予選会ゴルフ池ポチャ、アプローチ選手権、聖火リレー最終区間ランナー競馬中継その他。ありがとうございます。